じゃあアロマさんにやっていただきましょうか。はい、僕がちょっとやってみますよ、はい、多分神楽シリーズ知らない人だから、はい、ね、超かっこいいから超イケメンキャラなんじゃないの、はい、って思ってるかもしれないですけど、コメントであるように6位って言われてます。あれあなんかちょっと動きはどんくさいですね。なんだこれ、なんだこれどんくさいのが売りなんですね。そうですね、彼は別にあの忍者でもなんでもないんで普通の人だ。そうなんですか。町内草刈り大会の第6位。6位町内草刈り大会、はい、そうなんですよ。なんだそれ、不満げに言うんですか。不満げ、そうです。その考えたら変身とかこの人はできたないっすね。ないのないの変身しない感じで。ああ技は一応でもな、一応技はあると。でも目は目回っちゃった。今変わりましたよ。待ってお兄ちゃん、まあ、普通の人だ。でも多分僕らよりは強いかもしれないです。まあ鎖山大会6、はい、まあ6位ですから、まあまあ、短いですよね意外と。これ鎖山っていうかあんまりこう鎖飛ばさないですね。そうです。そうですね。あ、Y だって。 Y、これ様の獲物だ。あ、これ X。 あ、はいはい、 X。 あ、結構リーチ長いよ。はい、これ来た。ちょっと待って。クスクス。おお、かっこいい。犬神家ですね、これ。相当好きだらけですよ。ちょっと抜けない抜けない。ちょっと待って、抜けない。怖すぎるでしょ、これ、まあ、ダメージ当たらないのがまあまあいい。かなり。それはまあ、なんか、そこだけ。俺、これ、ちょっと待って、これ、ダメだ。イライラしてくるの。空中でエクソしたらダメだ、これは。返せるかな。攻撃はできてるんだよね。攻撃なんとか、当てれば。ただ、動きが、隙がありすぎてる。ちょっと聞いてないのかって。ほら、で、倒す。倒せるから。今の決まった。あ、終わったのかな。いい具合にヘッド。はい、ってことでね、はい、あとは皆さんのね、目で見ていただいてね、はい、とてもはるかさんには勝てるとは思えませんので、ここまでにしましょう。絶対勝てない、ね、絶対勝てないと思いますんで、はい。